西村誠一西村誠一から1924年3月21日は日本の陸軍軍人、政治家、家族。最終階級は陸軍中将、貴族院議員、男爵、長渡国出身。1877年4月、陸軍少尉任官。1894年3月、野戦砲兵、第二連隊長に就任し日清戦争に出征。 異海衛作戦などに参加。その後、台湾に派遣された。1895年10月、砲兵大佐に昇進した。1897年10月、野戦砲兵第10連隊長となり、1900年4月、陸軍少将に進級し、舞鶴要塞司令官に就任した。同年7月、東京砲兵交渉日下切りに発令され、1902年5月から、 翌年5月まで兵器間事務取り扱いを兼務した。1906年7月、陸軍中将に進み、1907年9月21日、その功績により、男爵の爵位を受釈し家族となった。1910年11月に退名となり、1913年1月、予備役に編入。1918年4月1日、交尾役となる。 1918年7月から死去するまで、貴族院議員に在任した。ありがとうございます。